こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日の調理編はですね、はい、釣ってきたさよりと黒とアジを。こちらですね。おー、きれい。さよりですね、アジ黒で、こいつは誰ですか。気持ち悪い。うわ、なんかいる。いますか。なんかいる。ですね。これ何でしたっけ、さよりヤドリムシです。はい。こちらですね、こちらもついてますけど、いかがですか。気持ち悪い。気持ち悪いですね。早く話してください。はい。これ、本当にですね。ということで、今回このサヨリたちをさばいて何するんですか。洋風海鮮丼です。ということで、2人でさばくのは初めてですけど、はい、イッチさん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、この虫がなんか一応人体に害がないそうですね。口の中とか、はい、エラに入ってるみたいですね。あ、いる。本当だ。わあ、本当だ。こいつ巨大だ。あ、出てきた。わあ、本当だ。うわあ、こんにちは。これ卵。わ、ここにもいる。うわ、おらった。うわ、すごっ。さよりが食べたものをこの子たちが食べてるっていうことですね、きっと。じゃあこの子、さよりさんたち、さよりさんたちってさ、親戚のおばちゃんみたいな。さよりさんたちは大丈夫ですかね、はい、多分。いや、なんか、多分ちょっと痩せると思います。あ、はい、一般的に多分、味とかもそういう似たようなやつだと、なんか、ちょっと痩せてる感じのイメージがあります、そいつが入ると。僕もこの辺に一匹いた方がいいですかね。あ、それだ、僕も。あ、早く調理していきましょう。まあ、アジ君はもういつも通り、ね、あ、もういつも通り鱗を取って、はい、これも3枚におろしていくことですね。今回ですね、これあの海鮮丼と言いましたけど、はい、こいつだけなめろうっていうか叩き状態にしてやりたいなと。絶対美味しいですね。じゃあ、ゆこちゃんに、はい、お仕事ください。アボカドとトマトを切ってもらおうかな。はい、じゃあこれも具材ですね。はい、アボカド、はい、アボカド、もうすでに洋風ですね。これ一回 むっちゃんから習ったんですよ。もう上手じゃん。はいはい、ぐるっと回した方がいいですね。ぐるっと、あ、おー、さすが。アボカド超好き。あ、好きなんですか。大好きです。今回タレ、わさび醤油ですからね。洋風なのにわさび醤油なんですね。そうなんですよね。でもまあ、稽古したんですね。わさび醤油できますって言ったんで、なんか、本当におしゃれですね。もうアボカドとミニトマトですごいおしゃれな感じがしてきましたね。ですね。こっちはもうアジが終わった感じですか。アジ終わって、今黒も鱗を取ってます。はい、で、今度さよりさんですね。うまく、それもやっぱ普通にこう鱗があるんですね。鱗ありますね。もう釣った時からもう鱗突き寄ったんですもんね、僕の手。じゃあやったことないですけど、まずさばいてみましょうかな、このさよりちゃん。もう大名おろしでこれはいいと思うんですけどね。でもやっぱ上手ですね。あ、綺麗、身が。身が綺麗。これ中骨どうしよう。あ、腹骨だこれ。腹、長。あ、皮も引かなきゃ。これ最後に水が流すんで。はい。見た目はあれです。見た目は今あれですけどね。はい、見た目はあれですけど、はい、最後に流します。なんか水なしでやった方が美味しいらしいですね。あー、やっぱり真水があんまり鮮度落とすんですかね。さあ、黒です。正しい捌き方なんて僕にはわからないですよ。まあ本当は腹から行くべきでしょうけどね。黒も、はい、黒も刺身柵取りしていきたいんですけども、クックさんはこんな感じで。ああ、そうですね、行きますけどね。僕ができるかしたら。あ、綺麗、綺麗だ、綺麗だと思います。僕はちょっとちっちゃいですけどね。あ、そうですね、食べれるそうです。これ、僕は今までね、ずっと鍋にしてましたけどね。初めてイロハで食べたっすもん、刺身。あ、黒のですか。うん、美味しかった。マジびっくりするぐらい美味しかった。甘い魚。味どうすか、調子は。あ、なんかだんだん上手になってきましたよ。なんか早くなってきてるね。ですね、成長は早い方なんで。よいしょ。おー、いやー、皮剥ぎましたね。綺麗じゃないですか、思ったより。そうですね。先生、できました。お、お、このさよりの皮剥ぎ頼もうかな。腹骨、腹骨取ってみたら、そうげばいい。あ、腹骨取ってないですね、確かに。腹骨の、この腹の下の肉がうまいんですよね。そうですね、やっぱお腹に油が乗りますからね。とりあえずですね、腹骨を取り終わったと思います。もうあと皮を取っていけばいいのかな。はい、もうこんな感じですね。はい、これっすよ。丼だけじゃなくて、ちょっとこいつやっぱ刺身もちょっとだけ食べましょうね。やっぱりこいつの味もちょっと知っとかないと。じゃあ皮引きますよ。皮、これ、あ、これ薄い系かな。あ、こっち系。あー、すごい。あ、あー、すごいですね。トーンと手でストーンと。どうしよっか。
これけこちゃんもやってくれる？はい、そっちで。濃いじゃないんです、濃い気は。本当だ、すごいすごい透明なのが。なんか昔こうガムの包紙にこういうのなかったですか？壁とかにこう爪でこう擦って。これジェネレーションギャップですかね。ジェネレーションギャップ。壁で擦る。分かんないです。なんて言ったらいいんですか。チューイングキャンディーみたいなやつにこう青い紙でこう。紙のやつ。そうそう、透明のやつ剥いで。一枚だけなんかシール。そう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 。懐かしいな。じゃあこのこれを。綺麗綺麗、上手。こっち大きいね。これ刺身にしようじゃん。これ。はーい。これさ、味見用の刺身にしようね。はーい。じゃあこれを刺身用にして、もうその後盛り付けです。盛り付けですね。こう切りますか。でもそしたらいいサイズ感になりそうですね。いいサイズ感になってほしいな。黒うまいっしょ。楽しみやな。こっちはお刺身、味見用ですか。そうですね。ではいただきます。お待ちください。あ、美味しそうですね。なんか少し食感残るぐらいがいいんですかね。はい、ではこんな感じでちょっと若干粗めにしてみました。味の食感好きなので少し残します。はい、じゃあここにアジを乗せます。じゃあスン先生盛り付けを。はい、味乗せますよ。これ卵乗るんですよね。あ、そうだ、エッグポケット。エッグポケット作っとかないと。これが黒、黒のお刺身。黒のお刺身を周りにこんなもんかな。はい、で、これ綺麗だな、やっぱりさよりちゃん。1個なんかワンポイント欲しかったんですけど。はいはい、こんなことしたい。リボンみたいに。ちょっとね、気持ちいい。はい、アボガドも。おー、散らしつつ。おー、で、トマト。で、トマト。トマトの盛り付けも難しいな、これ。これ、散らす散らす感じですか。全体的に見たバランスじゃないですか。で、温玉。おっと。ここに、刻みのり。これを洋風と言えるのが風が入ってますもんね、はい、ベースの海鮮丼は残ってますね。残ってます、洋食ではないです、洋風です。じゃあこれで完成じゃなかですか。さよりと黒とアジの洋風海鮮丼でございます。タレは今からかけます。できましたね、はい、できました。これにわさび醤油で食べるんですね。先にさよりの味をどんどんか食べと、はい、食べましょうか。うん、そうですね、食べたことないです。これ可愛いですね。どうぞ。はい、本当。はい、いただきます。はい、めちゃくちゃ甘い。めちゃくちゃ甘い、これ。あ、これも甘い。これ、とんでもない感じのできてますよ、絶対。あ、これなんだろう。めっちゃうまい。また違うな、食感が違うもんね、これ。もっと大きくければよかったな。大きくければよかったかもしれない。いっぱい入れたい、これね。これ表現しづらいな。今までのやり方です。何みたいな感じの。いや、もうあっさりしてると思いきややっぱり濃いですよね。どうも、食感が本当に今までない。これ多分やばい海鮮のネットです。相当やばい。でででででー、はい、OK です。はい、焼いてきました。アボガドと一緒に。これ溶いた方がいいですか、卵。あ、後からじゃないですか。後からですか。後からじゃないですかね。いきますよ。この辺こんな感じ。美味しそうっすねー、これ。美味しそうっすねー。あ、トマトも乗せたいけど乗らなかった。あ、そっち乗ってる。あ、こっち乗ってる。こっち乗ってる。米粒乗ってる。いただきます。いただきます。アボカドうまっ。美味しいな、これ。なったなった。やっぱこの2種類の魚っていうのが本当にアボカドと合ってますよ、本当に。なんでだろう、うん、アジも行きました。アジ、あ、そうだった、そうだった。アジもそうだった、そうだった。アジもいました。これ卵溶いちゃうよ。溶いちゃおう。れトマトの酸味かかってうまっ、うん、いい。味も一緒に混ぜてください、味も一緒に。アジここにいますよ。アジも一緒にパクリいきますよ。いただきます。いただきます。うん。
すごいですね。プロもすごいですよ、うん、本当に掛け算じゃないですか。掛け算ですね。あの油が乗ってる魚っていうわけじゃないんですよ、どちらも。本当に味がある系の魚。なんだろう、食感がすごい気持ちいいですよ。本当に。わかるでしょ、ギターは。サヨリの食感気持ちいいですよ。表現できない。気持ちいい。なんかプリプリしすぎてもないし、油が乗りすぎてもない。なんかちょっと真ん中らへんが乗ってると思ってる。なんか気持ちいいですよ。あれ、ギターさん、いいんですか。これはうまい。これはうまい。わかりました、わかりました。わかりました。うん、ちょっと味がある、うん、で、これまたアボカドのこのちょっと脂っぽさもこう逆にいいですね。そうだ、立てますね。そうだ、これは美味しい。アボカドってるからこそですね。そう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 、アボカド合いますね、うん、この洋風、サヨリと黒とアジの丼、美味しそうだと思った方、高評価お願いします。チャンネル登録もコメント欄もぜひお願いします。こういうソース使ったら分かったなと思った方もですね、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は本当にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここここ後ろに見えるのが世界遺産です。ちょっと息を吸ってもらわない。おお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 おマジか。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。